勝たなきゃダメだっていうことをよく言われます。そういうものに対して発信できる人っていうのはね、強くなきゃダメですよ。これはゲーム、試合だからね。僕はだからね、応援してるんですよこのね、e スポーツを。40近いんでしょそういう、そういう、そういう社会性っていうか社会的責任って言いますかね、やっぱりそういうものを担っていかないといけないんじゃないですかね。あ、それはね、あると必ず見て、どんな発言するのかなとかね、見て、いつも追っています。何してるの。その、まあ今別に住んでますからね、そういうの出てると、あ、今日まあ元気でやってるなとかね、まあ、妻と一緒にいつも、あ、元気じゃんとか言って、まあ妻が、何かその YouTube とかで、ね、なんか配信があるってことを見つけると、ちょっと今度、初めが出るから、ちょっと、あ、見といてよとかね、言われるわけ。で、見て、あ、元気そうねとか。こういうことで確認をね、あ、今日こんな風だなとかっていう、まあ、確認をね、そこにしてるってところですね。で、まあ、まあ、僕も妻も応援してます。それはね、LINE でね、まあ、妻がね、いろいろ書いて送ってると思うんです。でね、僕にね、あなたね、なんかこう、送ってよって僕すぐ言われるけど、お前やってよって言ってね、あれが母親だから、母親はね、やっぱいつまでたっても、自分の子供ですか。もういちいちね、なんかいろいろ書いてんじゃないですか。あとでも大会に対する姿勢とかは僕親譲りだと思っていて、そのとにかく勝たなきゃダメだっていうことをよく言われます。勝利に対する強い思いっていうのは、それはね、なんか言いたいこと、いいですか。 e スポーツをやっぱり、その例えばね、オリンピックの正式競技にするとか、そういった形でね、これが一つの文化って言いますかね、競技種目でもあっても、そういうのをね、確立して前進させるためにはね、誰がやっぱりそういうことを発信する人がいないとダメです。そういうものに対して発信できる人っていうのはね、強くなきゃダメですよ。これはゲーム、試合だから、結局は。だから、僕はこの、トギドというね、選手に、やっぱり、まあ、強くあって、まず。強くあって、そこから、その人が、こう思うとか、こういうことしてるとかっていうことをね、発信していかないと、そこの、下、これから構築しようとする動きはね、やっぱり、前進していかない。この人が、いくら何を言ってもね、絶えず試合で負けてたり、弱いんだったら、もうね、はっきり言って注目もされないし、人はそういう人を、ね、注目しないし、もう聞かない。おそらくね、世の中ってそういうものだと思うんですよ。そういうふうなことを、ぜひね、まあ、このトギドっていう選手には僕はね、期待してるんですけど、ということです。勝利します。勝利、そう、勝利。そういうつもりでね。はい、そういうつもりで。やっぱり、はい、そう。だから、自分が勝つのは自分のため。これね、とても綺麗事に聞こえちゃうと嫌な、自分のためはもちろんあるけど、そうじゃなくて、この、今、簡単に言うと業界っていうかね、こういう働いて、仕事なされてる人いっぱいいるわけでしょ、その一つについて。そういう人たちの地位向上じゃないけど、社会的立場をね、やっぱり良くするために、やっぱり、自分が果たすべき役割は何かということをね、やっぱり考えて、自分でそういうのを考えてね、やっててもらいたい。こうするぞと。僕から注文、さっき言いたいのに、あんだけど、そんなことを、ね、言われる前に自分でこういうふうにすると、こういうことやっていくんだっていうようなことのね、ことを、まあ、ゲームを強くないといけないから練習も大変かもしれないけども、それプラスね、そういう方向のものも、そろそろ年も年でね、もう40近いんでしょ、ね、そういう社会性っていうか社会的責任って言いますかね、やっぱりそういうものを担っていかないといけないんじゃないですかね。ね、ありますね。やっぱり e スポーツを発展さす上でね、一番僕が今思っていることはね、プロ野球 の、 選手協会、当時なかなかね、選手たち の、 その自分たち の、 その立場とかね、あれを個人個人でね、オーナーがってやってもダメで、やっぱり選手協会っていうのを作って、協会として戦っていくということですね。と、協会自身も自分たちの規範を作ってね、
いろいろ自分たちもこういうことしていこうとか、自分たちを、まあ、はっきりとディスするとか、e スポーツプレイヤー協会、協議会みたいなのを作って、みんなで作ってね、やっていく。で、規則作って、みんなでルール作って、それに会員に入ってね、そこの中の規則に沿ってやっていこうと。そういう団体作って、団体として世の中に訴えてて、みんなでやって、これをきっちりとしたものにしようと。そういうことを、もうぜひぜひやってほしい。どうなんですかね、世界的に見て、まあ、例えばもっと競技人口の多いところだと、なんか選手会みたいなのは、もうあったりするのかなとか、思ったりとか、あとは、まあ、格闘ゲームっていうものに関して言えば、そういったもの、選手主導のものは、今、ないですよね。メーカーさん主導で、ジェスっていう大きな協会があったりとか。メーカーさんでしょ。そう、メーカーさん主導で。選手の立場のものを作んなきゃダメ。うん。それでそのイベンター主催で GCN。いや、やっぱりそれが足んないよ。うん、選手の組織。うん、NPO 法人でもいいから、選手で、まず小さめから始めて、うん、選手の団体として、ね、メーカーさんにね、物を申したり、うん、いろんなところで、ね、イベント会社にと、うん、そういうことを、やっぱり交渉のね、危険ができるさ、そういう窓口っていうのかな、そういうのをやっぱり選手の方から作んないとさ、ダメじゃないですか、僕はそう思うけど。やっぱあるとあれかね、安心して。いや、安心してじゃないの、自分たちの立場をさらに発展させるために安心じゃないの、うん、いやいやいや、そうだけど、そのなんかそういうちゃんとしたものがあると、うん、もっと安心して入ってくれる人が多く増えるのかなとか、うん、ね、僕はだからね、応援してるんですこのね、はい、e スポーツをのこの、まあ、特にね、はい、これがもっともっとね、認めてもらいたい。僕親としてね、例えば俺の家の息子やってるのはこういうことなんだよって、いいでしょって、皆さんもますますね、世の中の皆さんに喜んでもらえるでしょって言いたいわけね、これが今、何や、あれもうしょうがない、あんなもんばっかりやって勉強もしないで、目は悪くなるしとかね、そんなふうなことが、まだ前提としてこう出ちゃうとね、親御さんなんかに、それはとても残念で、そうではないんだと、これは、ということですよね。そういうところになんとかね、お役に立ちたいんです、僕は。あと、この人に、もし個人的にはね、僕は注文があって、やっぱりこれね、何かっていうとね、もう分かってるでしょ。いや、これはね、なんとなくはもう気づいてますけど、はい、遺伝子ですよ。やっぱりね、次の、この彼の遺伝子をついた子供をね、世に生み出すということです。この人が、もしね、どっか奥様をもらって、次に子供ができればね、その子供はやっぱりこの受け継いで、その人が必ずね、次の代の世の中にね、いろんなことをね、役立つ。そういう人が、生まれてくるなってね、僕は信じてる。で、僕は僕よりもはるかにね、自分の息子が社会的にね、活躍してるなと思ってるんです。僕が常々思ってたことは、僕が息子に世界のね、場で何かしてほしいなと、それをやってくれたんだよね。今度次、この自分もいろいろやるのはいいけど、もう一つそれと別に、自分の子供にね、をやっぱりこの世に生み出して、その子供が次のことをさらにね、別のものかも、いろんな分からない人がいるというか、ね、そういうことで役に立つ、そういう人をやっぱりね、残していくと、それはね、大きなね、仕事じゃないですかということをね、言ってます。相当言っててね、もう耳痛いんじゃないかと思うんだけどね。あ、よろしくお願いします。はい、僕の親戚からよく言われる今度ですね。はい、まあ、普段聞いてる話から、普段はなかなか聞けない話が今回は聞けて、まあ、僕はね、変わり者と言われるルーツもちょっと僕は発見できたなと、僕的には満足してます。今回は楽しい話をしていただきありがとうございました。本人今ね、自分は変わり者だっていうふうに言うんだけど、まあ、それは非常に僕下せなくて、私から見ると極めてね、普通のというか、優しい人なんですね。とても優しいです。僕から見て、物事に対してとか、周りに対してね、気づく人だとは思いますよ。
それはとてもね、自分としてはまあ良かったと。これからもね、まあ、こういうことなんで、健康をね、とにかくは留意して、やっぱりさっき言った周りの人からね、助かりましたと、ああいうふうに言ってもらえるようなことを目標にね、これからもずっと、仕事をね、していってもらいたいと思います。応援してます。はい、まあ、健康は本当にもう、多分気をつけて、そうね、いい年のなので。本日はありがとうございました。で、視聴者の方で、父に聞いてみたいことが、ある方はぜひコメントの方で、ご質問よろしくお願いいたします。まあ、答えられる範囲でまたいろいろお答えをさせていただきたいと思います。本日は、ね、ありがとうございました。それでは本日は親子対談でした。ありがとうございます。また。